アシュレイディオ。おはようございます。おはようございます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ね。いい朝ですね。いやーいい朝ですよ。グッドモーニングとはこのことですよ。グッドモーニングっていいこと。グッドモーニングすごいね。いいこと。だってその雨が降ってるのがなんだろうがグッドモーニングでいいわけじゃん。いや確かに。いやー自己肯定感高いっす。自己肯定感高い言語だね。すごいな。うん。日本語だとお足元の悪い中とか言っちゃう。そう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 。素敵な朝ですねって雨って言わないよね。はい。言えよ。確かに。自己洗脳のすごい言語だね英語って。Sunday morning rain is falling ですもんね。そう。Sunday morning rain is falling good morning だよね。すごいやっぱ言語大事ですね。あとさイーブニングってどういう意味だと思ってる？イブニング。多分これほとんど日本人は理解しないと思うんだよ。夕方から夜。ああ、それどういう感覚？どういう感覚？うん。なんてなる日本語でイーブニングって。グッドイーブニングとは。日の入りぐらい。ああ、でも正しい、ね。じゃないですか。あ、でも感覚的にそうなんだ。僕はなんかそのイメージです。ああ、夕方みたいなイメージだった。まあでもそうか。うん、イーブンってさ、要は、太陽と太陽が沈むこともイーブンだ。ああ、なるほどね。月と太陽もイーブンだから。あ、そういうことなんだ。うん。半々ですよ。へぇ。知らなかった。グッドイーブニングってなんだろうなと思ってた。でも、ナイトがあるから。うん。イーブニングは、そう。あの、昼と夜の中間なんです。そう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 。なるほど。デイと、ナイトの中間がイーブンだよね。なるほど。イーブニング。いや、英語もやっぱ面白いっすよね。その、サニーサイドアップとか誰が考えたんですかね。だから、物理的だよね。ああ。極めて。なるほど。英語だってどっから来てるんですか？ラテン語じゃないの。ああ、ラテン語か。あ、違うんだっけ？いや、わかんないっす。でもヨーロッパですよね。うん。フランス語とか、フランス語もわけわかんないし、でもフランスとかイタリアの人たちって英語も喋れるんですか？喋れるけど、多分日本人というか多分期待してる英語じゃないと思う。ああ、なるほど。わかんないんだ。ちょっとだからそのヨーロッパなまりというか。ああ。でもヨーロッパなまりだから多分聞きやすいと思うけどね。そうなんですね。ああ、多分アメリカが一番聞きにくいと思う英語って。ああ。カタカナにない。はいはい。今回久しぶりに英語喋って、サウナ X のインタビューで、うん、で、一応その英語の先生にも見てもらったんだけど、久しぶりに喋るとやっぱむずいわ。英語が、英語なんかそのなんだろうな、やっぱちゃんと喋ってみた時になんか音のつながりとか、うん、なんかこれなんて言うんだとかめちゃめちゃ出てきて、心拍数がその時最低化するっていう、いやもう難しい言葉じゃないですか、だってでも表現の人は、うん、Our heart beats、うん、are at the lowest。 ああ、まあまあまあシンプルですね。そうでも Our heart beats are the lowest、 この are at the が、うん、もう多分むずい。なるほど。 are the lowest。 なるほど。あと、こういうのなんて言うんだっけ、これなんて言ったらいいって言ったら、めちゃめちゃ難しい単語で出してくるんだよね。ああ。わかんないやつ、辞書引かねえと。いや、まあでもやっぱそういう、サウナの話とか、やっぱ医学的な用語がやっぱ出てきちゃうんですか。ああ、だから交感神経と副交感神経って話したら、ね。はいはい。もう無理じゃないですか。sympathetic。sympathetic and parasympathetic nerves。もうそこら辺になっちゃうともう無理ですよ。無理だよ。日本語すらわかんないことありますからね。だからやっぱ結局生きてる中で学ぶのが一番早いよね、ニュアンスとして。うん、確かに。だからなんかその英語だけに書かれず、その語学はもう絶対シチュエーションでもう学んだ方がいいよね。はあ。このシチュエーションでこれを言うっていう、はいはいはい、その行動しながら覚えないともう語学って覚えられないよね。やっぱ1年大学の時に留学行きましたみたいなのいるじゃないですか。うん、あいつは喋れるようになって帰ってきてるんですかね。
あーまあ人によるけど、でも喋れるかどうかって本当にどれだけ対話をしたかだから、マンツーマンの対話をどれだけしたか、はいはい、だから簡単なのは恋愛したりとかすると喋れるようになるっていうのは、うん、あれマンツーマンで対話をするじゃん。そうっすね。でも対話をしないんだったら喋れないよ絶対。うん、集団生活の中とかだと絶対上手くならない。確かに。だからよくプロ野球選手とかアメリカ行って帰ってても英語喋れないとかあるじゃん。ありますね。あれは集団の中でやってて対話をしてないから。はいはい。で僕アメリカ行って、アメリカに半年ぐらいいたけど、それは全然喋れるようになったとも思ってないの。英語がちょっと聞けるようになったかなぐらい。なるほどね。でもフィリピンに行ってその3ヶ月間もう毎日対話するわけよ。はいはい。一気に伸びるやっぱり。なるほど、うん、対話なんだ。で僕今娘にあの英語の塾に行かせてるんだけど、はい、そう英語の塾もインターナショナルスクールに行ってるんだけど、うん、それで語学力がいきなり上がるかとそうじゃなくて、うん、でまたその後に対話型の塾に行かせるわけよ、うん、マンツーマンで英語を喋らざるを得ないっていう。はあ。そうするとやっぱり一気に伸びる。そうなんですね、うん、インターナショナルスクール行ってるだけじゃダメなんですね。ダメダメダメ。へえ。でインターナショナルスクール行ってる中で、あの例えば完全に英語しか喋んない友達と対話をするって言ったら上手くなるよ。なるほど。だから日本語下手な人とかも日本語で対話してないんだよね。へえ。集団生活は別に何語も喋れなくてもできるもん多分。確かに。で、日本人の男ってマジでモテないから。ああ。なんかアジア人キモいみたいなちょっと雰囲気あるから、うん、アジアの男キモいみたいな雰囲気あるから、はいはい、一番こう遠回しされるわけ。うん。そうするとまた対話の機会がなくなってくるじゃん。うわあ、よかった日本で。なんで日本人の男モテないんですか？顔？あ、なんかね、そういう例えば日本だと金髪美人みたいな言葉があるように、はいはい、なんかそのイメージがあるわけよ。うん。その金髪の人、アメリカ人って金髪で鼻が高くて背が高いよねみたいな、はいはい、っていうそのイメージ、うん、で、なんかおっぱいが大きいから金髪のチャンネルみたいな、はいはい、っていうそういうイメージ。なるほど。もうなるほど。もう劣勢なんですよ。そうで、そのアジアの男っていうのは、うん、もうまず基本的にはメガネをかけてるっていう。ああ、イメージがね。メガネをかけててちょっと小太りでパソコンに強い、うん、はいはい、オタクだっていうのが、うん、なんかそのもう全部ハリウッドムービーがそうなんだけど。なるほど、確かに。っていうそのハリウッドムービー通りになる。なるほど。だ最近だとその韓国系な感じだとモテるとか、うん、もうハリウッド次第。確かにワイルドスピードも一人アジア系の、ああ、ハン、そう、うん、あれかっこいいっすね。そういう生き方もある。そう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 。なるほど。あれ韓国人っすですか？韓国人だと思う。へー。いや、日本でよかったですね。うん。そう。マジナさんってアジア系の基礎って思われるんですか？あー、僕はだからフィリピンとか、あー、東南アジア系、そう、ポリネシアン系に思われるよね。フィリピンとかハワイとかあっちの方だ。はいはい。ブルーノマーズの系列だ。なるほど。ポリネシアン系いいな。うん、だから英語がちょっと喋れて、うん、肌が黒い、ちょっと肌が黒いと、はい、もうそっち系なんだ。フィリピン系になる。いいっすね。ブルーノマスはフィリピン入ってるわけない。ブルーノマスでもちっちゃいですよね。ちっちゃい、160センチぐらいしかないんだよ。ちっちゃな。そうなんだ。進みましょうか。行きましょう。アシナさんはこの人とは合わないというのを直感的に感じることはありますでしょうか、という質問です。あるよ。なるほど。何で感じるんですか？同じ空気を吸っただけでわかる。ほう。話さずとも、うん、多分2つあって、うん、僕が本当に、ああなんかこういう人と仕事しない方がいいなってマジで思ってるのは、うん、ダサい人。ダサい？ファッション的にもそうだし、 あとはその美学のない人、はいはいはい、はちょっと仕事をすると辛い、うん、つまりそのこだわりがないっていう、うんうん、その人自身のこだわりがないっていう、うん、
こだわりがあった方が面白いじゃん。そうですね。なんかなんでそのこだわりってその外部要因によって形成されないから、うん、おいマキこういうとこにこだわれって言っても無理じゃん。確かに。でもなんかいや自分が終わらせるって言ったんで終わらしてきましたってのはもうその人のこだわりじゃん、はいはい、そうやってコントロールできないじゃん。確かに。だからそういう人の方が面白い。なるほどね。でもそれがない人はちょっと辛いよねっていう。なるほど。どうしていいか分かんない。そういうことか、うん、あともう一個はなりきん、男のなりきん。なるほど、うん、なりきん。もっと言ったら一代目。はいはいはい。男の一代目はちょっと辛いね。うん、なんかねライバル視してくんだよね。あ、俺もなんとかっすよみたいな。なんか別にそれだからどうでもいいのにって思っちゃう。はいはいはい。で最近ボンボンと仲いいね。誰ですかボンボン。いやもういろんなボンボンがいるじゃん。まあまあ、まあ、2代目3代目4代目みたいな。はいはいはい。でも確かにボンボンいいやつ多いっすよね。そうだからなんかもうなんか俺がすごいんだっていうことから抜けた人、うん、俺がすごいんだみたいな、なんかその俺を見ろみたいな人はなんかちょっと、うん、ああまあはいみたいな、うん、私あと一緒に仕事するってなると、うん、なんかいや俺だったらこうするなみたいなの出てくるから、ああじゃあまあ自分でやったらいいんじゃないですか。確かにめんどくさいです。めんどくさいんだね。なるほど。俺がすごいんだってあれ何歳までやればいいんですか。何歳になってまでもいるじゃないですか、そういう人。いや、いるいる。だからそれがやっぱその僕からするとヘビというか、あヘビなの。はあ、なるほどね、うん、だヘビは多分死ぬまでヘビだと思う。なるほど、うん、でもその人強いよ、やっぱり、うん、生命力とエネルギー強いから、うん、それはそれでいいんだけど。お任せしますとかって言ってお任せしないタイプ。はいはい。いやもう自分でやったらいいですか。なるほど。だ落ちたのが珍しいよね。あれどっちですか。あ龍。おお確かに、うん、自分のことが大好きな龍。確かに。あれ結構珍しい。いや、奥さん珍しい、めっちゃ。何なんですかね、あの人は。一生プレイヤーですよね。うん。ハッピーおじさんだからね。ハッピーおじさんですね。なんか、結構僕見てるようなんですよね。あー、あー、確かに。あ自己肯定感が高くて、でも別にあの承認欲求がないわけじゃなくて、承認欲求はめちゃめちゃあるんだけど、うん、なんかあのドーンって突き抜けるところ以外はあのめちゃめちゃどうでもいいと思ってるから、うん、なんかバランスがいいよね、うん、最初めっちゃ出口かなと思ったんですよね。あ出口は出口がもし社長だとしたら、うん、もう天才型だよね。うん。多分部下は、ま、何も理解できないと思う。そうですね。ああなんかそうなんです。でも信頼できるみたいな。うん、ああわかんないです。あじゃあそうなんですね。はい。私出口みたいな人なのかなと思ったんですけど。確かにそういう意味でなんかビーツってなんかいろんな人がいていいよね。ああいうやつ見たくっていうのがもう伝わる。そう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 。でそれがめちゃめちゃ分かりやすいもん。はい。タイプがありますよね。ありがとうございました。